So that tour went for like 120 shows, and this tour is about 151 shows. So even 3 years later, I'm still going to more places, places I've never been. Every time I decide to go on tour, I try and go to a new area, somewhere I've never been, because I still feel like there are people to see and play to and that have never seen me, and audiences to win over. So like coming up for our last leg for the Prismatic World Tour,最近の私には気になる部下がいる。その部下は私と年は10個も違い、3年目平社員なのだが、仕事の飲み込みが早く、私の部署ではエース級の活躍を見せる。別に恋心があるわけでもないが、もし私がその部下の後輩なら彼を色目で見ていただろう。そんな中、私の部署に大きなプロジェクトが回ってきた。このチャンスをものにするため、私は今まで以上にストイックに働き、自分を追い詰めたが、それ以上に他を追い詰めたのかもしれない。自分がここまでやっているのだから、部下もそれくらいはこなしてもらわなければ困ると直接言葉にすることはないが、部下たちは肌で感じていたのだろう。私は次第に部下たちとの距離を感じていた。このままではこのプロジェクトが失敗する。苦悩する私。しかしプロジェクトの進行は待ってくれない。非協力的な部下を無視し、自ら一人で会社に残り仕事を進めていった。そんな日々を過ごしていると、ある夜、誰もいないオフィスに一人の男が入ってきた。それは年が10個も違う3年目の平社員の部下だ。その部下は疲れ切った私の顔を見つめ、こう言った。先輩、まさかこんな遅くまで仕事頑張ってるんですか？たまには息抜きしないと。頑張りすぎないとダメだって。頑張りすぎても体にどっかやで。何そんな気使ってくれるかって。それは先輩のことが好きやねん。 Please repeat after me。 先輩、まさかこんな遅くまで仕事頑張ってるんですか？たまには息抜きしないと。頑張りすぎないとダメだって。頑張りすぎても体にどっかやで。何そんな気使ってくれるかって。それは先輩のことが好きやねん。